始まるよ。どうも皆さんこんにちは、たらぼっこうじょのアンドレです。今回もワンタップミステリー、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。しました、第1章3話。エステサロンに来た客の女性が眠っている間に顔面に硫酸がかけられるという事件が発生。グロいって、何それ、グロすぎだろ。まあ、容器はどれだから、多分このオイル的な、多分これがあれだと思うんですよ。マッサージオイルの中身は空だったが、容器の内側から硫酸の成分が検出された。この容器に硫酸入れて持ち込まれたと考えて間違いないだろう。満員バス事件から1週間後というタイミングで発生場所も近かったため、事件の関連性が疑われる。だってこの満員バス事件っていうのは前回のやつですね。はい、マッサージオイルの中身が空だったのはエステティシャンが中の硫酸を捨てたせいだった。硫酸をどこに捨てたと推測できる？え、あ、これか、この木の中ってことは、このエステティシャンやってるわ、間違いねえ。こいつ隠す気ゼロだよ。犯人もう目の前にいるわ。分かっちまったよ。エステティシャンは救急と警察に通報後、その到着前に慌ててマッサージオイルの中身を捨てた。洗面所は被害女性が使用したため植木鉢に捨てるしかなかったのだって。こういうのってかさ、勝手に捨てていいのかな。だいぶ証拠として使えそうだけどね。いいのかな。エステティシャンの様子から故意に硫酸を使用したわけではなさそうだ。しかし、もしマッサージオイルのつもりで硫酸を使用していたとしたら、エステティシャン自身も被害を受けていたはずだ。どこを見ればわかる？だって硫酸を使用していたとしたら、どこを見ればわかる？え、この動画、これか、証拠。わかったわ、マッサージオイルだから多分手だと思うわ。手に硫酸がついたら、そうだもん、そうだもんね、ただれちゃうというか、そういうことでしょ。マッサージオイルは通常手で伸ばしながら使用する。しかしエステティシャンの手は綺麗だ。つまり気づかずに硫酸を使ってしまったっていう可能性は低い。確かに。でもなんとなく捨ててしまったとかだった。怪しい怪しい、意味わからないもん。なんとなくそのオイルを捨てるってね。お前も正直に言えよ、やっちまったんだろ。エステティシャンは犯人、硫酸を捨てたのは疑わしい行動だ。犯人でないのなら、なぜマッサージ中にこんな犯行が起きる？隙があったのか？だって。マッサージ中に？あ、このスタッフルームか、もしかして。違う。なんだ隙があったのかって。この動画か？これが好きになるのか？なんでだ？この動画がなぜ好きになるんだ？エステティちゃんは施術中に客が眠った場合はサボっても気づかれないと思い、普段から別室でスマホをいじっていた。クズだな、こいつ。その時に第三者が侵入し事件を起こした可能性がある。また高級オイルを売りにしていたが、実は中身は格安。いろいろ問題だろ、こっちはこっちで。やりすぎやりすぎ、詰め込みすぎてやばい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。